ジェローム・ニュー・フランクは、アメリカの法学者、弁護士、裁判官、行政官、リアリズム法学運動の主導者の一人。1889年、ニューヨークで生まれる。1912年、シカゴ大学を優秀な成績で卒業し、集裁が集うファイ・ベータカッパに推薦された。また、同年に、イリノイ州弁護士試験に合格して、シカゴで開業し、10年余りで、 会社法の専門家として、名を挙げた。その後ニューヨークに移り、偶像破壊的見解を表した、法と近代精神で学会を設計し、大学講師も務めるようになった。さらにワシントンに移って、フランクリン・ルーズベルトの下で、ニューディール政策機の政府要職を歴任し、連邦巡回区公訴裁判所の判事に任せられた。このように、法学者、弁護士、裁判官、 行政官として、法学の理論と実践にわたり多彩な活動に取り組んだ万能選手であった。彼は、生涯、六冊の書と五十以上の論文を残した。リアリズム法学の主導者の一人で、ホームズ、パウンド、カードオゾラ初期リアリストのプラグマティズム法学の実証的傾向を継承して、社会学的観点を取り入れるばかりでなく、 ジークムント・フロイトの精神分析学の理論を好んで導入した。そもそもリアリズム法学の傾向は初期リアリストよりも戦闘的、偶像破壊的、懐疑的、さらには虚無的であり、パウンドによって皮肉を込めてネオリアリストと呼ばれた。そしてネオリアリストは年を経て美音的になり、実証派の中でも右翼側に移行したパウンドらと保とうは勝ち。 左翼側として激しく論争した。しかし、フランクはこのリアリズム法学陣営の中でも、極左の革命的過激分子であり、名優であるはずのルウェリンのリアリズムを疑問視し、論的パウンドと一束に扱った。ルウェリンは晩年ザコモンロートラディションを表し、フランクに対し憎悪と警部に満ちた批判を浴びせた。フランクは、法と現代精神において、 判決の予測など全くの幻想である。なぜなら、判決を決定するのは裁判官の政治的心情や、虫の居所、あるいは最終的には一種の、勘というべきだからである、と論じた。彼は、当時の諸社会科学の中で、最も自然科学に接近していた、心理学、特に、フロイトの精神分析学やゲシュタルト心理学、行動主義心理学に頼って、実験主義的、 行動科学的な法学研究の宣弁をつけた。すなわち、法体系の完全さと法的確定性を確信し、司法過程をと捉える物心崇拝的態度ではなく、の仮説に立って司法過程を実験的に研究することで、初めて裁判所が実際に行うところの研究になるとした。つまり判決とは、事実と法的ルールの関数ではなく、 裁判官個人のパーソナリティと彼に加わる刺激の関数であると考えたのであった。このように彼は法における偶像の打破を掲げて法は将来起こり得る一切の紛争を予定しあらかじめ解決するものであるという分析法学的な語尾に戦いを挑んだ。そして基本神話を信じたいという態度の発生原因につき次のように説明する。後の 裁かれる裁判所においては、この極端なルール会議主義ルールスケプテカリザムをさらに一歩進め、事実認定の客観性に問題を投げかけた。すなわち、事実認定の過程においては裁判官や、売信員の心象や偏見といった非合理的ファクターが重要な役割を演じ、それがますます法の不確定性を増大させるとした。このように、彼は、 恩恵なるウェリンらのルール会議主義にとどまらない、事実会議主義ファクトスケプテカリザムにまで突き進み、感情的な事実認定のあり方を批判し、適切な訓練を積んだ職業裁判官による事実認定制度を提唱した。これらの主張は、司法過程の非合理的側面を誇張しすぎる傾向があったため、裁判実務や法学に全面的に受容されることこそなかったが、 裁判の法創造的特質や非法学的諸ファクターへの関心を浸透させ、伝統的な機械的法学の司法観を克服するのに役立った。フランクの主張を受けた一部の行動科学者は、実験的、軽量的な司法過程研究を聖地に行っているが、当時のフランク自身にそれを実現する専門的技量はなかった。こうして見るとむしろ、フランクの本業は、 周辺諸科学の成果を採用することを拒んできた伝統的な法学において偶像を打破したという点で発揮されたと言えよう。ありがとうございます。